い、こちらはニーツの、総合車両製作所かの夜明け。またね、総武線快速止まってましたよ。新車バリバリの、まだね未使用車ですよ。試運転の LED がついてますね。ほら、あー、ちゃんと映らないね。テストランってなってる。うわー、マジバリ新車、もろ新車ですよ。わー、すごい。横倉って書いてあるね。クハ E2341010。感動するね、これ見れちゃうのってね。こんなバリバリ都心走ってる電車がまさか新潟県で作られてるとはね、全然俺は知らなかったけど。わー、すごい。新津に来た時にはね、いつもここには寄るんだけど、なかなかねいいですよ。すごい、あの車種とかもうマリバジリ新車、ピッカピカ出来たてですね。これは夜中とかにね改装されるのかちょっとわかんないけれども、中は電気ついてて、そして LED のは、ちょっとこれちゃんと映んないんだよね。映んないんだけど試運転になってます、テストラン。はい、そしてここですね、グリーン車ね。今でもついてるね、これはね。本当に俺子供の頃から、このタイプは全然違うけど、グリーン車は2両いつもあった。確かに昔のあのタイプ時もグリーン車はありましたね。多分2両、昔と変わらないね。本当子供の頃見たね、暴露町とかね、あの辺錦糸町とか、あの辺で見た時もやっぱりグリーン車がくっついてた、真ん中あたりに。それは本当に昔から変わらないですね。これちゃんとサンシェードとかついてるんだね。これ千葉からね、千葉から横須賀の方まで結構長い距離走るからね、通勤で使う人も多いんで、で結構お金の持ってる人とかはやっぱりグリーン車で通ったりしてんのかな。グリーンの定期とかもあんのかな、ちょっとその辺詳しくは分からないけど、こういった感じでですね、横をですね、こういった遊歩道のような感じでですね歩けちゃいますね。ここはなかなかこう見応えのある、ちょっと住宅地だけど、左側こうやって出来たてほやほやの、いつ納車されるのか分かりませんが、こういった感じの新しい車両をですね、普通に見ることができます。 E235、 うわ綺麗、ピッカピカですよ。長いねやっぱり、これ端から端まで電車の中歩いてでも結構あるよね、このだけ、これだけの距離があれば。これで毎日多分千葉と横浜、神奈川をね、横須賀の方まで毎日往復するんだと思われます。ちょうど端っこまでは見えるかな、ちょっと網網が邪魔であれだけど、なかなか見応えありますよね。そこが先頭車両。いや、これだけ見れただけでもよかったな。はい、総合車両製作所ニーツですね、新潟市秋葉区になります。こちらでですね、JR の車両作られております。今回は向こうに完成されたね、車両と、こちら作ってる製作途中の車両、両方とも総武線快速ですね。まあ間違いないと思うんだけど、千葉と神奈川を結ぶ総武線の快速ですね。今これ作られてる感じですね。なかなかここも本当に中入ってみたいなっていつも思います。こちら側なかなかこのね連結されてない部分っていうのも普段はなかなか見ることができないと思うんで、ね、まだ蛇腹もついてないし、まだまだ真っさらの状態ですが、まだ未完成ですね。総合車両製作所 J トレック本当に中社会科見学とかしてみたいなっていつも思います。
ピカピカの、E235 系と、総武線快速ですね、おそらく。これは今はチャイムが鳴った。12時半にチャイム鳴るんだね。すごいね、学校のような感じで。あ、みんながほら休憩に向かっていく感じね。こう歩いてますね。あの辺にバラバラにね、こう切り離されてる。ちょっといまいち見えないかもしれないですけど、車両もですね、やっぱり総武線快速カラーですね。あの車庫に入ってるのも多分総武線快速のカラーなんじゃないかな。はい、毎日桜もいいけど、今日はですね、久しぶりにですね、新津鉄道資料館来てみましたよ。桜もなんかちょっと見れるといいんだけどな。はい、鉄道資料館、はい、お願いします。ほーら、わー、200系と C57。 いつだか俺 D57 とか言っちゃったな。違うあれで、動画で。久しぶりに来ましたね。僕ね、ここの年間パスポート持ってるんでね、いつでも来れるんですけど、ちょっと遠くてなかなか来れないんだけど、今日ね、今ね、仕事の空き時間でですね、久しぶりにやってまいりました。はい、こちらですね、年間パスポート。はい、ここはですね、最初にね、ちゃんと聞いて、許可はね、許可というかね、撮影は全然自由だそうです。あの2階でね、企画展やってるときはね、そこはダメらしいですけど、基本的に常設展はですね、撮影 OK です。またね、何本か俺動画上げてるんでね、もうすでにね、何本も同じになってしまうんですけれどもですね、今日もね、ザザッと見て回ろうと思います。こういった感じですね。年間パスポートなんと1000円ですよね。めちゃくちゃお得です。で、好きな人はね、本当にこう結構ね、何度見ても、まあ、飽きないというか、楽しい場所でございます。入り口にはこういったグッズがね、売ってます。鉄道の街ですね、こういった感じで。前もね、すみません、同じ動画を上げてるんだけれども、こういった感じで本当見応えがあるというか、楽しい場所でございます。鉄道好きにはね、たまらない場所でございますね。こういったね、ビデオも流れております。これなんかもね、本当にいいね。懐かしいですね、これね。懐かしい、このほらボタンとかもね、本当に懐かしい。これはもう僕がね、僕ら子供の時にね、やっぱこう言って、やっぱこういうの覚えてるもんね、やっぱりね。僕の時代ですね、僕が子供の頃の時代だと思う。こういった模型も本当によくできてる、ね、こういうのはね、俺本物はほとんど見たことがないけど、こんなだったんですね。はい、この辺の鉄道模型も本当にいいですね。大好きですよ、かっこいい。これはね、 HO ゲージってやつだね。あ、よくできてるね。ほら、これいわゆる新潟カラーってやつ。されてこっちも、これもあるんだね、それぞれ。わあ、本当にいいね。ほら、115系、初代新潟色、これが初代なんだね。で、これが2代目新潟色で、これがほら、昨日もうね、分水で見た3代目新潟色ってやつですね。そしてこれ、手前にあるこれ、キハ40型機動車、ディーゼル機関車ですね。これは昨日の分水駅のね、シュクラ号に使われているのと同じタイプの、ディーゼル機関車ですね。こちらキハ40、そうだと思う、多分これが、シュクラ号と同じタイプのものですね。キハ40型。はい、
こういったものも181型ですね。トキ、これも本物。この新幹線のね、これも本物。すごい。団子マナって呼ばれてたみたいだね、これ200系の。はい、この辺はデゴイチですよね。最も有名な機関車なんじゃないかな。ああ、これなんかもちょっとね、ディーゼルエンジン僕が見てもよくわかんないですけど、こんな感じの、これも本物ね、本物ですね。すごい。で、これはまあね、これも模型なんだろうけど、よくできてる大きな模型ですね。はい、これはゼロ系じゃないかな。そうですね、ゼロ系新幹線の、花っ面、花っ面っていうか、なんて言うんだろう、これボンネット、なんて言うんだろうね。わあ、ね、これはマックスのこれ側面の切り抜きですね。E1系ねえ、すごい。やっぱりね、ちょいちょいその新しく更新されていく、新しいね、その展示物が、ね、その分減っていくものもあるのか、ちょっとその辺は分からないですけれども、ね、でも減った感じはしないですよね。はい、これ200系新幹線に座ってる感じを味わうことができますね。こういった感じで、ね、外の風景を見ながら200系新幹線の椅子に座った感じ、ね、とても気分がいいですよ、ね、これは車内の LED ですね。古いタイプですね、結構ね。これはそうだね、車内のいつのやつなのかな。新幹線が大好きなんでね、本当に感激しちゃいますね。はい、ここが先ほどちょこっとだけ行ってね、写してきた新津車両製作所ですね。今は総合車両製作所っていうね、名前に変わっておりますが、まあとてもここも脇からね、道路の脇からちょこっとね、中が見えるってところがまたね、マニアの心をくすぐるというか、そういったところもあります。これ運転台ですね。このパンタグラフをね、上げる下げるができるんですけど、これ結構ね、失敗するとすごい音がするから、これ上がるんですよ、ほら、こういった感じで、これ下げるをちょっと気をつけて押さないとね、すごい音するんだよね、これね。僕はね、結構ね、慣れてるからね、そう、割と上手にできるんだけど、知らないで押しっぱにするとガーンって音がします。びっくりします。難しいです。はい、今日はですね、
2021年4月7日水曜日、中はガラガラでしたね。ねえ、久しぶりに来たけど、ねえ、でもやっぱり来るたんびに楽しいなって思います。はい、そして屋外展示ですね。こういう感じで外に出ます。そうすると、出迎えてくれるのは100系の新幹線、こちらですね。まあすごい、これはね、ほんと俺が小学生の時にデビューした、グリーンのね、新幹線っていうのはもともとはね、東海道新幹線しかなかったから、ブルーと白のものだったんだけど、僕はもう子供の頃から割とグリーンが好きだったんでね、これが出た時は本当にもうね、衝撃的なかっこよさだったですね。小学生の僕はですね、本当にもうこれが大好きで、もう結構ね、早い段階でね、親も多分僕がね、興味持ってたからだと思うんだけど、早くに割と乗せてくれてですね、東京とね、新潟を割ともともと行き来してた、生活を送ってたんでですね、結構早くに乗ることができて、ものすごく覚えてます。そうなんだよね。で、子供の頃ね、燕三条の駅のあたりにね、今はないんだけど、ドムドムバーガーなんていうのがあって、そこでこの、ね、この新幹線をかたどった鉛筆をね、多分そのドムドムがバーガーで配っていて、それをね、ずっと大切に持ってた記憶があります。今どこにいるかわかんないけどこういった感じ。これもね、中を開放する時があるからね、ぜひね、中見たいんだけどもね、これは本当に味があって200系は大好きです、ね、はい。そしていつも通り僕のこのタイピン、いつもこれ200系新幹線、はい、好きなもんで、はい、この辺なんかはですね、ローカル線のコーナーですね。それこそこれ、この辺が新潟交通電車線、いつもの月形かぼちゃ電車のですね、ことを書いてあるコーナーで、こちらが冬鳥越スキーガーデンにですね、展示されている蒲原鉄道の電車のことを書いてあります。で、これですね、こんな感じ。月形のね、動画も何本も上げてるんでね、ぜひご覧いただければ、過去動画ね、いただければと思います。企画展示室はね、何にもやってないですね、残念ながら。こちらは2階のパノラマ展示室、はい、こちらも、おお、とりあえず人はいないね。キッズコーナーはね、今コロナのために、開放してないです、ね、で、こういったね、大きな鉄道模型がですね、ここに展示されてます。115系がね、これ時々思い出したように走ると思うんだけど、ね、115系いいですね、本当に雰囲気があって。動き出した、動き出した、ちょうど3両編成のね、115系電車。これもただ眺めてるだけでもとても楽しいです。鉄道の模型は大好きですからね。ちゃんと電気もついてんだね。ちゃんと後ろは赤い光がついてないかな、ついてるね、ついてるね、こういった感じ。上の方の電車はね、運休中です ね、走らせてほしいとこですが。で、ここは自販機なんかもあって、で、自販機の上にもこういったね、なかなか面白い配慮がされてます。僕はね、沖縄が大好きなんでね、ちょっと喉渇いたんでシークワーサー飲みたいと思います。美味しい、はい。そして鉄道友の会コーナーですね。こういった写真が展示されていて、こちらはビデオが流れてますね。只見線なんかも乗りに行きたいんですけどね。こちらで115系の放送、
115系ね、本当にみんなが大好きですね。鉄道マニアは本当に115系が好き、みんな、ね、そのうちね、多分今年中にはなくなっちゃうのかなっていう、まあ、囁かれてるけれども、なくなる時期はね、こう特に言われてないんですよね。はい、こちらがですね、もう一つの野外展示場ですね。こちらは48号系の特急北越と、こちらが工事用の、あ、俺もうラッセル車か、ラッセル車っていうか、これロータリー除雪車か、あ、こんな感じですね。そしてこれが工事用の第一建設の、機関車、機動車っていうので、こちらみんなが大好き115系ですね。これもね、本当に味があって未だに走ってるんだもんね。そしてこちらマックスですね。これはね、本当に中開けてる時にね、定期的にね、年に何回か中を開けて見ててくれるらしいんでね、なかなかね、日曜日にしかやらないんでね、僕は日曜日は仕事なんで結構難しいんだけれども、タイミング見てね、見に行きたいと思いますね。マックスね、今年の秋でなくなっちゃうんでね、寂しくなりますが、ここに来ればですね、マックスに会うことができますんでね、 E4系ね、ね、マックスご覧になりたい方はですね、新潟県新潟市秋葉区に、常にありますよ。はい、115系もですね、間もなくね、なくなっちゃうらしいですけど、こちら新潟に来ればですね、115系も常にあります。これもね、これはね、これと北越485系はですね、一回動画を上げてるんですが、中に入れたんでね、以前に定期的にね、115系と115系、そのマックス開けた時も115系も開けんのかな。僕はね、その北越の中をね、見せてくれた時に115系も開いてたんで、中を見ることができました。はい、こちらね、近郊型直流電車ですね。こちら新潟色、弥彦色ですね。これが弥彦色なの、これが弥彦色なのかな。その辺はね、あんまり僕は詳しくわからないんですけど、でも鉄道は基本的に好きですね。115系も好きですよね。このなかなか愛らしいマスクというかですね、これは本当に素敵だと思います。はい、で多分この辺はね、雪国ならではのスノープラウっていうのかな、これがついてますね。多分都会の方の電車はこういうのついてないんじゃないかな。ついてんのかな、ちょっとわからないですけど、雪国仕様なのかなと勝手に思ってましたけど、いいですね。これもね、本当昔懐かしい感じのね、特急北越とかいいね、そういうのに使われた485系、まあ、クハ481って書いてあるけれども、これ昔ね、本当金沢とか親に連れてってもらった時に乗ったことがあるけど、本当これもなんか思い出深い車両でございますね。稲穂北越、雷鳥白鳥とかね、そういうのに使われてた車両でございます。これもね、中入った時の動画をね、YouTube アップしてますんでですね、運転席までね、入らせてもらえてね、とても興奮しました。そういった動画がね、以前に上げてますんでね、よろしければですね、過去動画ご覧いただければと思っております。いかがだったでしょうか、新津鉄道資料館。ちょっとね、風が強くて音声がこれちゃんと入ってるかな、なかなかね、ちょっとざっくりしか、ね、伝えられなかったかもしれませんが、冒頭の鉄道資料館、冒頭の総合車両製作所かと、鉄道資料館、なかなかね、僕の好き、まあ好きだけど詳しくはない、まあそういう分野ですが、なかなかね、本当楽しい場所でございます。そしてここはね、イベントの時に使う、ミニ SL がね、ここ走るんですよ。これもね、乗ってみたいんだけど、まあこれ子供用みたいなところあるかな、あそこにね、多分置いてあるんだと思うんだけど ね、なかなかこれも面白いものですね。はい、今日はね、新潟県新潟市秋葉区というとこですね、新津という町、鉄道の町と言われてるとこですね。新津から、総合車両製作所と、鉄道資料館からですね、お送りいたしました。はい。
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。